さんこんにちは、フェリシティです。先日セガサターンサルーンの動画を公開しましたけども、バーチャファイターなど一部不具合のあるソフト紹介しましたけども、こちらもその一つなんですよね。アーケードモードを選んで中級もしくは上級を選ぶと、開始直前に強制リセット、上級を選んでも このローディングタイムで強制リセット。この現象はゲームを起動してほっといて流れるアドバタイズデモの最中でも、中級コースの方に入ろうとする直前に強制リセットという不具合がありました。そしてバーチャファイター、こちらはさっきのサルーンの動画でも紹介しましたけども、このようにデモは流れるんです。アーケードモードを選ぼうとすると強制リセット。今回はその2つのソフトを正常に遊べる解決方法をご紹介します。マイクロ SD カードにあるサルーンコンフィグテキスト CFG ですね。その中でボタンソフトそれぞれの起動を調整する項目があるんですけども、そこに、今回あるデートナー USA とバーチャファイターの項目を加えます。サタンソフトの背表紙の下に書かれているデートナー USA でしたら GS-9013、 バーチャファイターなら GS-9001、こちらの項目を記入してセクターディレイ500に設定して、サルの方で起動させます。この情報はデートナー USA の方の情報は海外のチャペルさんという方が紹介してくださってた動画があるんですけども、そちらの方で情報を見て、同じ AM2 件のバーチャファイターにこれ使えるんじゃないのかなと思って入力してみたら、あら不思議、使えるようになったんですよね。では実際その起動の様子を見てみましょう。デートナー USA から、アーケードモードを選び、中級を選ぶ。このジェントルマンスタートエンジンですね。はい。読み込み時間もほぼなく、できました。もうしばらくやってないんで、なんだかよくわからないです。もちろんちゃんと、以前はできました。いざスタートしようというところで切れてたので、本当にちゃんとできるようになったのはいいですよね。そう言っちゃダメですはいはい、以前はこのアドバタイズデモも流れなかったのが流れるようになってます。上級、もう読み込みが一瞬で、もちろんこれも当時はちゃんと1位でゴールしてました。今は怪しいです。これ当たるわはい、以前の動画からなんだかんだと増えて、今263か3枚、さらに日々増えてきてます。ただ新しくカードに書き込んだ順に
順番が整ってたんですけども、なんか急に順番が狂い始めましたね。この機動戦士ガンダムガイデンも 1,2,3 と順番にと書き込んでったのにバラバラになっちゃいました。デザイモン2容量が 20MB ぐらいしかありませんでした。優秀です。シューティングとかも入れましたね。まあ、今年中に400は、いや400、いや350ぐらいは行きたいですね。さて、バーチャファイターです。行き過ぎました。ご覧になってれば分かるようにアーケードボタンを押すともう強制リセットだったのか、ゲームスタートできるようになりました。まあ、バーチャファイターも読み込み時間がそれなりにあったので、もうほぼないですよね。これでポリゴン掛けがなければ、よかったんですけどね。押し込もうとしたら、そんなわけで、リーダーでバーチャファイターとデータの USA の起動のための、まず、プレイできるようにする設定の仕方を紹介しました。まあ、こんな感じでできるソフトが増えてってくれるといいですよね。それではありがとうございました。失礼します。これは勝って終わりたかったですね。はい、ありがとうございました。失礼します。